れ様です。ゆりです。今日はですね、ゆるりと DIY をやっていこうと思います。ちょっと DIY 初めてですし、撮影も初めてなのでうまく撮れるかわからないんですが、はい私の大好きなインテリアショップで B カンパニーっていうお店があるんですけれども、この間そこに行った時にすごく可愛いフォトフレームを見つけて、こちらなんですが、ゴールドの縁でここがガラスになってるグラスフレームっていうものなんですが、こちら置き型のもの一つと、あと壁掛けのもので、この八角形の1,2,3,4 あとちっちゃい正方形のもの、この3つが売ってたので一目惚れして買ってしまいました。で、Amazon で見てたら同じ商品で長方形の細長いバージョンも売ってたので、ちょっとこちらも購入してこの4つを使っていきたいと思います。で、今中にこのもともとお花が書いてあるボードみたいなのが挟まってるんですけれども、このままでもすごく可愛いんですが、本物のお花を使ってフォトフレームを作っていきたいなと思いまして、Amazon でですね、こちらの押し花、白とグリーンミックスっていう葉っぱが中心の押し花を買いました。で、昨日セリアに行ったら、セリアでも100円でドライフラワーが売ってて、でなんかさっきの2つだと色がなかったので、こちらの赤いかすみ草とアジサイのピンクも購入しました。はい、それでは実際に作っていきたいと思います。スタート。まずはですね、100均でこちらも買ったんですが、透明のシートを買ったので、これをフォトフレームの形に切っていって、この透明のフィルムみたいなものにお花を貼っつけていこうかなというふうに思います。足りないかもしれないな。で、次にですね、この透明のシートのところにボンドでお花を貼り付けていこうと思うんですが、ちょっとまずお花を並べてどんな風に貼ればいい感じになるのか見ていこうと思います。一つやりたかったのが、このちっちゃいやつはクローバーだけにしたい。あ、しかも1個だけ四つ葉のクローバーが入ってる。すごく繊細これでもさ、失敗したらやり直せない。てないかも。まずね、一つこちらはちっちゃい正方形はクローバーだけにしようかなと思っております。そしてが
うしよう。センスがあ、鼻息で葉っぱが飛んじゃう。どうしよう。すごい無言になっちゃう。どうしよう。しかも喋ったり笑ったりするとどっか飛んでっちゃうからお花が。八角形のやつはこれにしようかな。こんな感じ。次この縦長の子は今白いかすみ草を並べてるんですけど、これだけだとちょっと寂しいから、あ、こういう感じで載せる。でもな、束になってるのも可愛いんだよ。そうするとなんかどうしよう。赤いのあった方がいいかない方がいいかすごい悩むな。ちょっとこれは保留で、保留にします。なんだかんだなんか白いお花とグリーンの葉っぱだけでいいかもしれない。それが私の好きな色味な気がしてきました。見えるかな、この立てるタイプの写真立てには下がグリーンで上が白いお花になるように置いております。木工用ボンドを見つけたのでこちらで貼っていきたいと思います。緊張する本当に。緊張する。はい、一つ完成。ちょっとこれでくっつくかわからないけれども乾かしていこうと思います。緊張する。ピンセット買えばよかった。後で緑乗っけてもいいかもな。ちょっとではまず一旦この縦ラインの白いかすみ草をくっつけていこうと思います。これどうしよう。こんな感じでもう直接ボンドを塗るしかないような気がする。いやー、ずれるずれる。
飛んでっちゃう飛んでっちゃうよ。どうしようどうしよう。これくっつくかな。くっつくと信じて、でこのちっちゃいお花を周りにポチポチさせて、これなんか白いお花だけでも可愛いな。ちなみにですね、もう一つ作ってみたいものがあって、セリアに行った時に買ったんですけれども、このなんか今クリスマスツリーのパーツが売ってて、コットンと松ぼっくりと枝を買ったんですけど、この3つが可愛すぎて、ガラス瓶に入れるだけで可愛いんじゃないかなと思ったので、ちょっと入れてみたいと思います。あ、入らないかもしれない。ん？入らないかもしれない。あ、どうしよう、入らないじゃん。入らなかった。コットンは入りませんでした。いやでもこの松ぼっくりは可愛いから、こんな感じです。ちょっと背面にシールが貼ったって綺麗に撮れないので、後で頑張って剥がしたいと思います。